赤本を読んだことがきっかけでしたね。書いてある内容は目から鱗でなるほどと思うことばかりだったんですが、自分たちだけで実践することに限界を感じて経営塾に参加してみようということになりました。実践すればするほど売上が上がっていったということがとても良かったと思います。ちょっと答えが生々しいですかね。でもやっぱりお金があるから借金が返せなくなる、嫌な夢を見なくなりましたし、最新の医療機器を導入して患者さんに貢献できますし、いつも頑張ってくれるスタッフに決算時の特別賞与を出せていますし、医院に外部講師を招いて教育もできる。やはりお金は大切だと思うんですね。経営塾で学んだあり方だとか仕事感は医院に戻ってからも繰り返しスタッフに伝えるように努力しました。その結果徐々にスタッフの意識も変わっていって、患者さんやお互いを思いやれる風通しのいい組織になってくれたことには非常に満足しております。新入社員の教育は医院見学の段階からスタッフがやってくれますので、現在の体制は盤石だと思っております。すでにチーフが2名いてセミナーに積極的に参加してくれたことが成果を出したポイントだと思います。経営塾で学んだことを医院で共有しようとした時、委員長からトップダウンで伝えるのとチーフの口から伝えるのでは雲泥の差がありますからね。今では当法人の理事となったチーフ2名には感謝しかありません。実践事例や委員見学によって他院の成功事例に接することができるところが素晴らしいと思います。あの委員はこういう取り組みをしてこういう結果が出ている、ならばうちでもそれを真似てみればきっとこういう結果が出るはずだということがあらかじめわかるわけですね。なのでそれに向かって実践してみる、思った通りの結果が出る、嬉しくなってじゃあ次行ってみようということになるんですね。まず未来を見せてくれるということが実践会ならではの素晴らしいところだと思います。年間の営業収入がおよそ 3,000〜4,000万円で推移していましたが、参加してからは右肩上がりに上昇していって、昨年度の営業収入は1億7,000万円を突破しました。次期収入の面から言うと年間200万円程度だったものが30倍の売上になっております。スタッフを巻き込んで取り組むことが重要だと思います。次に主張の主をしっかり守ることですね。セミナーでの教えや仲間の成功事例に接した時、それはうちには当てはまらないななどと勝手な線引きをしたり、そこまでは無理だからこれぐらいまでできればいいかなと低い目標設定をしないことです。それをしてしまうと結局成果は得られません。完璧にコピーしてやるぞぐらいの気持ちで食らいついていけば結果は必ずついてくると思います。